雑談エアスピンで投げるんですが、まあ空中でなんとかバーストですよ。やばい、ちょっとですね、初期が封じられてここで闇の分ガチャが発動しました。あ、これしのげたリスクもありますからね。ブラックホールで逆にマンキーの勝利、先輩虫歯ドラーとしよくやった好選手、見事勝利。はい、こんにちは、マーヤチャンネル前原です。はい、ということでですね、ご覧いただいた通り、虫キング、ワールドホビーフェアの虫キングの1日目は残念なことに負けてしまいました。1回戦で今日2日目頑張りましょうね。頑張ってくださいよ。はい、はい、お願いしますよ。じゃあ今日こそ勝つぞ。さあ、虫バトラー界に殴り込みをかけたエイシン選手は一体どこまで勝ち上がっていけるのか。これから虫バトラー挑戦してみようかなっていう方のある意味等身大の姿ですよね。はい、まあもちろんこれは本当に今後親子としてこの虫キングという世界に入ってくるに至って、あの YouTube のチャンネルではですね、もう前原パパがですね、散々サタンエアスピン食らいまくったんですよ。もう本当に食らいすぎたんじゃないかぐらい食らってたと思うんですが、ただ昨日も特訓しています。はい、そしても昨日のね、第1ラウンドでものすごい輝くものを見せてくれました。そうですね、いい感じでした。まあ、それを今日は反省を生かして突破できるかどうか、それともエクレア選手が、まあ、虫バトルはそんな甘くないぞと、そうですね、はい、あの実力を見せてくれるか。ワンピーの虫が登場です。じゃあまずはエクレア選手ですね。アクティオン上カット、アクティオンで入りました。そうですね、体力と攻撃の高さが魅力の虫です。さあ、おっとエイジン選手が昨日と違う虫を打ってきて、サタンではないぞ、はい、ギラファだ、ギラファだ、はい、おそらくお父さんと対戦した時にギラファが出たんでしょうね。なるほど、はい、さあ、ギラファのこのベースに何を持ってくるか。ギラファからサーキャン、マグロ横ばい、で、投げてと、あ、なるほど、バランスよく揃えてきましたね。体力はかなり増やしてきましたよ。体力、そして、まあ、はい、あらゆる状況にも対応するという、そうですね、さあ行きましょう。さあ、ラウンドワンレディファイト。さあ、お互いブルガジは使わずに、さあ、体力はほぼ同じですから、おっと、開幕復活技を打ち合った。お互い強くできましたね。ただ必殺技同士をしちゃうと、アクティオンの方がグーが勝ってしまうので、あ、でも大丈夫、大丈夫、アクティオンの必殺技が決まっていると。あ、大丈夫。そしてキリギリス、お助けが発動して、キリギリスとシュダメージがいって、ジャンケンを封じる。相手の技をランダムで封じる。これが何封じられるか。チョッキーですね、必殺技が封じられてますね。しのぎました。はい、お互いダメージが入って、エイシン君のチョキが復活しました。ただエイシン君、これ体力振っといてよかったですね。まあ、そうですね、はい。おっと、今度やり返したぞ。さあ、ギラファの攻撃。よしよしよし。ここは冷静ですね。これは大きなダメージ。で、ナビテントじゃないか。ナビテントか。ナビテントで回復ですね。なるほど、はい、これで体力同じぐらいになるかなと思います。ゲージが青まで ね、 そうですね、見た目ですけど、これでかなり、そしてゴーグルカップ、はい、ただエクレア選手、ここで焦らない方がいいですね。ここはじっくりじっくりやっていきたいと思います。まずチョキでアイコで、これで一ターンですね。もう一ターン、防御アップが続いてます。おっと、さあここはエクレア選手が冷静に立ってきた。そして攻撃力アップ。これはどう。さあ、これでエイシン選手の、防御が来ましたね。で、長く飛ばれてもおそらくダメージはないんですが、この攻撃はどうだ、はい、ただ、手をまた封じる。エクレア選手としてはもう防御ターンをしのいで、そうですね、はい、しかも封じたということ、そうですね、OK ですね。エイシン選手ここしのぎたいですね。おっと、これはきつい、うん、お互い裏読みしましたね。非常に今高度な読み合いがありましたよ。これは激しい攻撃だ。じゃあまずは押し切ったクリア選手がラウンド1を通りました。これはどうだ。
57、そしてキリギリスが、果たしてキリギリスマッシュがこの残りを削ってくるか。残ります。ジャンケンが封じられる。店の子だ、店の子だですか。これはもう反省を受けてくる。アイコでも確実に潰すっていう。ないの。ああ、さらに勝ってきた。さあ、これで残りタイム4のエースですから、ブラックホールを決めていく。もうだってこれ、ちゃん。まあこれはちょっとエクレア選手のデッキ構成、そしてもう戦いの進め方、ね、そうですね。これはやっぱり先輩と、もうすべてで先輩。はい、ということで、はい、ワールドホビーフェアの虫キングワールドホビーフェアカップ、はい、終わりました。終わって今帰ってきましたね。はい、残念ながらエイシン君は、2日間ともですね、うん、1回戦で敗北ということでですね、うん、はい、まあ、特にね今日っていうのは2日目、うん、はねすごい強いね対戦相手でね、お兄ちゃんだったけどね、でもやばいよねあれ、あ強すぎ、強かったね、すごい強くて、エイちゃん手も足も出ませんでした、うん、完全に初心者虫バトラーっていう感じでやられちゃったもんね、うん、あそれと虫キングすっごい今回、ね、初めてあの、ね、やらせてもらってめちゃくちゃ楽しかった。この 1ヶ月間ねあの練習いっぱいしてすごい楽しかったから、うん、めちゃくちゃ、ね、楽しかった、うん、だからね今後もねこれは続けていきたいなと、はい、本当に思ってます、はい、で、来月から、激闘第一弾始まるし、はい、その激闘第一弾の、ツアーもね、うん、この大会があるみたいだから、それまでちょっと顔出してみようかなと、うん、個人的にね、うん、思ってます。そう、だからもしそれ抽選で入れたらまた我々の姿が出てくるかもしれないけど、はいはいはいそれはそれで楽しみだね、うんうん、抽選だからさ、それ、うんうん、当たる可能性も十分ありますからね、じゃあそれまで十分我々も力つけて頑張っていきましょう。はい、はい、ということで今回は虫キングのワールドホビーフェアカップに、はい、参加したという動画でございましたね。はい、最初ね初日の第一ステージはめちゃくちゃ調子よかったからね、ちょっとね、うん、超強かったから、よかった、あの時は本当に A ちゃん優勝したんじゃないのって一生思った、うん、でもそれがパパも A ちゃんも両方思っちゃったから、それ油断になっちゃってそうそうそう、それで逆転やるじゃん、そっからズル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 みたいな感じになっちゃったからね、うん、よし、いけるいける、ズル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 、そうだから今後はそういうのなくなくそう、ね、もう最後は勝負はね、最後まで何が起こるか分かんない、うん、大変なお勉強になりましたね、うん、はい、ということで今日の動画がもし良かったなとか、はい、楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンをお願いします。間違えちゃった。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、はい、ぜひチャンネル登録もお願いします、はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますのでぜひそちらのフォローもお願いします。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。